これってなんか隣にあれってありますか？私あのツイッターのさ飛べるやつ、ツイッターに飛べるやつってさ貼ってありますか？あのなんだろう、左に、左にツイッターのマークってある？あ、あるか。まあいいや、わかんない。バナー、あ、そう、バナー、バナー、バナーありますか？ないかな。こんにちは、きょういちさん、こんにちは。プロフィール上、あー、それか。こっちは夏休み短いからあんまりゆっくりもできなかった。あー、夏休みどんぐらいですか？短いの？嫌ですね。先生コメントの上にはあるよ。あー、それなんかみんな横にあったりする人いるからなんかつけたいなって思うんですけどね。ちょっとわからない。せめて開こう。そう、開く、今日開こう。今日の夜にやるとか言っていつも寝ちゃうんですけどね。やろうかな、やろうかな。今日は答えあるしね。でも無理ですね、本当に数学できないんですよね。8月20ぐらいで終わり。あー、まあでもでも結構あることないですか？今日ももう夏休み。ネタ兄ちゃんこんにちは。しげりんさんこんにちは。そうか。うん、みんな夏休み楽しんでますか？皆さん。アメリカから見てます。過去に、あ、アメリカから見てくださってるの？すごい。E7 さん。いいな、アメリカ。アメリカ行きたい。いいですね。どこら辺に住んでるんですかね。うん、めっちゃ昔行ったけど、住んでたけど全然覚えてない家でゴラゴラしてます。私も後でします。もうね、夏休みはそうなりますね。暑いからね、バテちゃうし。でも最近ずっと外にいるからあれかもしれない、焼けちゃうかもしれない。今日かき氷食べす、ドリプル、ドリプル両方食べたの？私も今日アイスなら食べました。あ、それとあれも食べた、ババロアチーズシュークリーム。チーズシュークなんかね、チーズ風味のやつ食べた、美味しかった。そうなんですよ。あ、嘘、住んでないの日本ですか？今日は風がなくて暑い。あ、本当？確かに今日ちょっと風あんまなかったかもしれないね。でも昨日の方が暑かったですよ、こっちは。昨日すごかったな。今日はまだ多少マシだったけど、やっぱ日差し今日も割と強かったですね。みんな日傘持ってた。で、こう、なんかね、昨日忘れたんですけど、暑くない日はたまたま持ってるんだけどね、暑い日に限って持ってないんですよね。暑
日の夜には日本に帰る。あ、でも今はアメリカにいるんだ。それも嘘かと思った。今はいるんだ。いいな。お仕事、旅行？お仕事ですかね。いいですね。行きたいな。もうそもそも飛行機に全然乗ってないから乗りたい。近くてもいいから乗りたい。なたちゃん、こんにちは、お久しぶりです。おー、福岡のこうちゃんさん、お久しぶりです。ありがとうございます、見に来てくれて。よかったら皆さんルームフォローとか、ちょっとゆるい配信だけどしてってくれたら嬉しいです。 SNS もフォローしてくれたら嬉しいです。お家は名古屋、あ、お家は名古屋なんですね。じゃあホテルとかに、普通にホテルとかにいる感じかな。今日はね、白ワンピースを着ました。ピッピッピッ。正解、いいなぁ。いいなぁ、いいなぁ。行きたい。本当に海外行きたくてしょうがない。そういえば昨日行ってたイベントが見つからなかった。どれか分かんなかった。最近のツイッターの写メの見たけど、なたちゃんの絵がすごくかわいい。嬉しい、やった、ありがとうございます。笑顔ね。でも笑顔の写真私あんまないですよね。いつも思うんだけど、そう、あれなんですよ、なんか写真撮るときなんかどうしても口をってやっちゃう、なんか閉じちゃって全然笑ってないからね、怖いかもしんない。そう、あったかな、忘れてたかな。スタートダッシュイベント、あー、それだ。ちょっともう一回探してみます。おたきさん、こんにちは、こんにちは、見に来てくれてありがとうございます。写真めっちゃ真顔、真顔に見えちゃいます。本当になんかね、なんだろう、なんか自分、あ、でも真顔かもしんない、確かに。なんか絶対あの顔しちゃうんですよね。そう、写真メンヘラ系、嘘、どういうこと、メンヘラ系ですか。やだ、本当にメンヘラ系に見えるのかな。なんだっけ、なんか昨日私、あの昨日配信してくれてたの見てくれた方わかるかもだけど、あの黒いワンピースのここがこうやってフリフリになってるやつを昨日着て、結構いっぱい人がいるとこにいたので、そうで、なんかそしたらなんか年が近い
男の子の集団が旅行なんか近く通ってて、あの子絶対メンヘラだとか言われました。あのワンピースそう見えるのかな、写真もそう見えるんですかね、わかんないですね、ちょっと客観的に見れないわじゃあって感じ。真顔卒業します。でないと撮ってるかな、一人でニコニコ笑いながら写真撮るのも難しい。え、そう、なんか自撮りしようと思うとあの顔になっちゃいますね、不思議と。動画だったらたまに笑ってるかもしれない、動画だったらいけるかもしれないですけど、そうなっちゃいます。かそってますね。近日公開祭のとこにある、あ、本当ですか、見てみますね、ありがとうございます。カープカープ女子さん、こんにちは、こんにちは、いらっしゃい、よかったらルームフォローとかツイッターインスタもフォローしてくれたら嬉しいです。やばい、これ全員に言ってる気がする。ツイッターで告知してみれば、どのくらい配信する予定、今日ですか、わからん。これをね、コメントがなくなったらやめます。特に決めてない、わかんない、あんま長くはやんないかもしれないですけど、でも多分後で暇だったらまたインスタライブとかすると思いますけど、皆さんインスタライブ来てください、全然来てくれないから。そうなんですよ、やってますかみんなインスタ、ツイッターもみんなやってるのかな、インスタにこだわり強いね、そう、なんかみんなね、あんまフォローしてくれないから。してほしいなって思って、今日は昨日より前髪の調子がいいです。トイプードルかあれ買いたいな、ポメラニアン欲しい。今日ね、なんかワンちゃん散歩させてる人がいて、もう死ぬほど可愛くってなでなでしに行ったんですけど、ほんと可愛いよね、欲しいな。皆さんペット飼ってる方いますか、これね、カメちゃん、カメさ飼っててよく見せてたんですけど配信で、いなくなっちゃったし、欲しいな。
えらく綺麗な人だ。嬉しいです。ポンちゃんさん、初見さんですかね。よかったらルームフォローとインスタ、ツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。インスタ登録しました。あ、本当に？よかったらフォローしてください。インスタやってない。あ、そうなの？やってないですか？ツイッターやってますか？犬は散歩させなきゃいけないから。いや、あー、まあまあまあ確かにね、大変ですよね毎日。やっぱ外出たくない日とかあるしねそうなんですよね。しつけとか大変そう。まあ可愛ければ何でもいいですね。動画をめちゃくちゃ見てます、欲しすぎて。でもなんか最近ハマってる動画が、あれ、あのワンちゃんが、あれが好きなんですけど、私ダックスフンドがブチ切れてる動画が好きで、 YouTube に調べてみてください。ダックスフンドがさ、めっちゃ切れてるんですけど、あとコーギーも切れるんですよ。あとチワワも切れるんですけど、あのワンちゃんが切れてるとこって妙に面白くてハマってます。猫飼ってる、いいなー猫。まあ私が猫になりますよ本当に。いいなー、猫欲しいな。でも猫になりたいしね。そうだね、ほっといても大丈夫そうですよね。まあでも懐いてほしいな猫はいいですよね、かわいい。なたちゃんが卒業後に SNS やってることを知らない人も多いんじゃないで。あー、そうなんかな。いやー、知ってほしいな。うん、それは知ってほしい。気づいてってカメいなくなった、いなくなっちゃいました。犬はおじいちゃんの犬に噛まれすぎて苦手になった。そうなんですか？噛まれるのはきついよね。なんかね、私の家族とかも、私あチワワ飼ってたんですけど、最初っていうか、最初じゃないわ、チワワが一番最近飼った犬で、なんか鼻パクされて、寝てる時に隣で寝てたら鼻めっちゃ噛まれて、なんか血だらけに、なんか取れてないけどなんか取れかかったみたいな人がいてね、怖い。そう、ブチギレ犬だったんで怖いですね。あ、ツイッターやってる、フォローしてる、ありがとうございます、嬉しい。そう、インスタも結構ライブ配信めっちゃしてるんで、そう見てくれる方いたら嬉しい。よいしょ、てます。怖ね、怖いよね。てかチワワはあんま、そう怖い。あのね、チワワはね、あれなんですよね、なんか切れる子が比較的多いですよね。気が短い子が多い気がする。まあ、全然可愛い子もいるけど。でポメラニアンはね、もういい子しかいないから、もうポメラニアン激推し派ですけど、ね、トイプードルも可愛いな。でもトイプードル、なんだっけ、毛が抜けない、あれトイプードルだっけ、毛が抜けないの。なんか毛がいっぱい抜けるとね大変だからさ、あんまり抜けないやつが飼いたいですよね。一回ショールーム終わろうかな
はい、ありがとうございました。また多分配信すぐするので、よかったらまた見てください。バイバーイ。